1970年代に日本中を一世風靡した伝説のアイドルグループ、キャンディーズ。少し年配の方はもちろんですが、今の若い世代の方でもキャンディーズという名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。そんなキャンディーズのプロフィールとその後を紹介させていただきます。ランちゃんこと伊藤蘭、ミキちゃんこと藤村美希、スーちゃんこと田中佳子の3人は渡辺プロダクション東京音楽学院の生徒で、1972年4月に始まった NHK の歌謡グランドショーのマスコットガールとして選抜され、後にキャンディーズと命名されます。名前の由来はプロデューサーから食べてしまいたいほど可愛い女の子たちという意味でキャンディーズと命名されたそうです。1972年の NHK 紅白歌合戦では、出演していた番組が NHK の番組だった関係で南沙織のバックダンサーも務めています。本来、キャンディーズはこの番組でのアシスタントとして終わるはずだったのですが、後に東証一部上場となる有名芸能事務所アミューズの社長にも抜擢される松崎すみおの鶴の一声で、レコードデビューすることになりました。キャンディーズはあなたに夢中で1973年9月1日に歌手デビューしますが、あまりパッとせず、2枚目以降のシングルもオリコンチャートを賑やかすことはありませんでした。そんなキャンディーズが本格的にブレイクしたのはデビューから1年半後の1975年2月21日にリリースした年下の男の子からです。その当時のマネージャーの諸岡義明さんが、3人の中でランちゃんのファン層が他の2人とは異なることを発見し、センターのメインボーカルをスーちゃんからお姉さんタイプのランちゃんに変えて売り出しました。波に乗ってきたキャンディーズなのですが、そもそもキャンディーズの3人は、売れても売れなくてもデビューから3年で解散すると本人たちの間で決めていたのです。3年で解散する理由は、メンバーで一番年下のスーちゃんが1976年に成人を迎えることで、3年後に全員が大人になるからと3人が話していました。その証拠に渡辺プロダクションとの契約は1973年9月1日から1976年9月30日までの3年間だけとなっていました。要するにキャンディーズはアイドルをずっと続けていこうとは最初から考えておらず、芸能活動は青春時代の思い出の1ページにしようと考えていたみたいでした。1977年当時のキャンディーズの忙しさは相当なものだったと思います。ライブ活動が年間に80本もこなされ、レギュラーのテレビ番組が週に3本、テレビ朝日、見ごろ、食べごろ、笑いごろ、NHK、レッツゴーヤング、TBS、8時だよ、全員集合、この他にも単発での歌番組に出演、さらにはレギュラーのラジオ番組が週に2本、TBS ラジオ、ヤングタウン東京、文化放送、ゴーゴーキャンディーズに出演、さらにシングル4枚にアルバム8枚をレコーディングと発売をこなしていました。1976年9月30日で解散しようと考えていた3人でしたが、同年3月1日にリリースをした曲、春一番が大ヒットしたために、解散の話の折り合いがつかなくなってきました。そしてキャンディーズと渡辺プロダクションとの契約は1年延長されて1977年9月30日までと変更されるのでした。キャンディーズの3人は1年延長された契約通りの1977年9月で解散したいと主張し続けたのですが、渡辺プロダクション側は1978年3月まで仕事が入っているため解散は認められないと、再び話の折り合いがつかず、ついに伝説のきっかけとなりました。そして1977年7月17日、日比谷野外音楽堂のライブの最後に3人は涙を流しながら解散宣言を強行突破しました。その時の言葉を聞いていただこうと思います。ランちゃん、私たち、皆さんに、謝らなければならないことがあります。ミキちゃん、ごめんなさい。スーちゃん、許してください。ランちゃん、私たち、今度の9月で解散します。そしてランちゃんが言い放った、普通の女の子に戻りたいという言葉はとても有名になり、その当時の流行語にも選ばれました。そしてキャンディーズの3人はデビュー当時と変わらずに普通の女の子の気持ちを解散まで持ち続けました。キャンディーズが解散を発表してから、さらにキャンディーズの人気が急上昇してきました。しかしキャンディーズは人気が出てしまったことで、たとえ解散宣言を強行突破したとしても、簡単には解散することを周りの人々から許してもらえず、話はさらに複雑化していきます。その後、解散の時期はキャンディーズ側が折れ、会社側の意見通りに半年先に延長されることになってしまいました。そ
その後もキャンディーズの人気はさらにヒートアップし、ラストシングルの微笑み返しでは最初で最後のオリコンチャート1位を獲得するまでに上り詰めました。1978年4月4日、後楽園球場に5万5000人の観客を集め、ファイナルカーニバルの口火が切って落とされました。球場に入りきれなかった人々を合わせると約8万人もの人が後楽園球場の内外にいたと推定されています。推定約8万人の大合唱は当時、機動隊も警戒するほど異様な光景だったそうです。ライブのラストシーンで3人の本音の挨拶がありました。キャンディーズのラストライブからその言葉を皆様に送りたいと思います。ランちゃん、私たちはよく大人の人に言われました。君たちはなんてバカなんだ。こんないい時にバカ騒ぎをして、そんなにまでしてキャンディーズをやめることはないじゃないか。でも私たちはバカじゃありません。そうじゃないから解散を決めました。私たちはよく知っています。キャンディーズは素晴らしいです。キャンディーズは最高だっていうこと、私たち一番よく知っているつもりです。私たち3人は全てをキャンディーズにかけてきました。MMP の皆さん、スタッフの皆さん、そして全国のたくさんのファンの皆さんが私たちを最高のものに作り上げてくださったんです。だからこそ私たちは最高のまま解散したいと思います。ミキちゃん、確かに見る人から見れば身勝手な少女趣味的な発想だと思います。でも私たちは少女でも子供でも幼稚でも構いません。子供の時から始めたキャンディーズです。最初の精神をずっと貫き通そうと決めていました。変な大人になるより純粋な子供の気持ちで純粋に終わりたかった。そして私たちはそうやって努力もしてきました。今それがすべてできたように思います。力強い皆さんのたくさんの支援があったから、キャンディーズは、私たちのキャンディーズは純粋なまま今この瞬間に終わります。私たちはキャンディーズの一員であったことに対してすごく誇りを持っています。本当にありがとうございました。スーちゃん、最後に私たちの夢であったこの場所、後楽園球場でステージ、最後のステージを皆さんと一緒にこのステージで精一杯歌ったこと、本当に嬉しく思います。そしてこのフィナーレを素晴らしいものにしてくださった主催者の皆さん、公演協賛の皆さん、後楽園の皆さん、大勢の関係者の皆さん、そして何よりも渡辺プロダクションの皆さん、本当に長い間ありがとうございました。周りからは反対の意見が多かったかと思いますが、本人たちはありがとう、私たちは幸せでした。これが3人の正直な気持ちだったのではないでしょうか。それでは3人のその後について説明していきたいと思います。伊藤蘭さんの現在の姿はこちら。とても67歳には見えない美貌を持っています。伊藤蘭さんは俳優の水谷豊さんと1989年に結婚しています。水谷豊さんはもともと伊藤蘭さんの所属していたキャンディーズの大ファンだったとか。今年で結婚33年目となるお二人は、過去一度も喧嘩をしたことがないほどのおしどり夫婦だそう。ほんと、羨ましい限りです。1990年に娘を出産。娘の趣里さんは個性派女優として現在も活躍していますね。近年は個性派女優としての地位を確立され、様々な作品に引っ張りだこになっています。そして伊藤蘭さんは2019年に歌手として再デビューし、2022年は全国コンサートツアーの真っ只中。精力的に芸能活動をされています。年齢を感じさせないパワー、美しさは感動ものです。これからも一層活躍していくでしょう。藤村美貴さん現在の姿はこちら。現在は一般人に戻っているため、こちらは2011年の写真になります。当時の藤村美貴さんは55歳。めちゃくちゃ若くないですか？年相応といえば年相応ですが、ほとんどシワもシミもないですよね。芸能界を離れて25年以上経つのにこれだけ綺麗なら十分ではないでしょうか。藤村美貴さんの結婚した夫は実業家の尾身義和さんです。そんな尾身義和さんはイベント会社を経営していて、キャンディーズのお別れコンサートファイナルカーニバルをプロデュースした人物とのことです。仕事で接点があり、さらに藤村美貴さんがソロデビューするときに本格的に歌の勉強をするときにも支援するなどしていたとのことです。
藤村美貴さんは尾身義和さんと結婚した後、3人の子供を設けます。そして3人の子供のうち1人は女優として活躍している尾身みのりさんです。そして尾身みのりさんを一気に有名にしたのは劇場用長編アニメこの世界の片隅にではないでしょうか。のんさんが主役の吹き替えを行ったこの世界の片隅にでは、北条周作の姉の黒村恵子役を演じて話題になりました。藤村美貴さんは現在芸能活動をしていません。一部報道によると現在はカトリック教徒としての活動に力を入れているようです。もともと熱心なカトリックの家に生まれた藤村美貴さんは子供たちと一緒に勉強会や清掃活動に積極的に活動し、12月24日は普段と違う教会でクリスマスミサの礼拝のために早々に参加し、最前列に着席し神父の話を真剣に聞き聖歌を合唱した。またどこかで近況などお話を聞けたら嬉しいですね。最後になりますが、田中佳子さんは2011年4月21日に乳がんのため55歳の若さで亡くなりました。乳がんを発症したのは36歳の時で、亡くなる19年も前の話でした。一般的ながんならば術後5年、乳がんの場合であれば10年を無事に過ごせば根治とみなされます。田中佳子さんの場合は温存手術を受けてから19年間年に2から3回の検査を欠かさなかったにもかかわらず再発してしまいました。特に肺や肝臓へ遠隔転移してからの進行が早かったため、壮絶な治療の甲斐なく亡くなってしまったのです。田中佳子さんが危篤に陥った際には、病室に呼ばれたキャンディーズのメンバー伊藤蘭さんと藤村美貴さんが田中佳子さんが息を引き取るまで7時間にもわたって名前を呼びながら見守ったといいます。田中佳子さんにとってお二人は長年の盟友であり家族のような存在でした。もしかしたら夫の小立和夫さん以上に家族だったのかもしれません。最後に田中さんの最後のメッセージをご紹介します。こんにちは、田中佳子です。今日は3月29日、東日本大震災から2週間が経ちました。被災された皆様のことを思うと心が破裂するような、ご冥福をお祈りするばかりです。私も一生懸命病気と戦ってきましたが、もしかすると負けてしまうかもしれません。その時は必ず天国で被災された方のお役に立ちたい。今日お集まりいただいている皆様にお礼を伝えたくてこのテープを託します。キャンディーズでデビューして以来、本当に長い間お世話になりました。幸せな幸せな人生でした。心の底から感謝しています。特にランさん、ミキさん、ありがとう。二人が大好きでした。映画にもっと出たかった。テレビでももっと演じたかった。もっともっと女優を続けたかった。お礼の言葉をいつまでも皆様に伝えたいのですが、息苦しくなってきました。いつの日か妹夏目雅子のように支えてくださった皆様に、社会に少しでも恩返しができるように復活したいと思っています。カズさん、よろしくね。その日までさようなら。感謝を述べられるために最後のメッセージを録音された田中さんですが、やはりもっと演じたかったの言葉が胸に突き刺さります。普通同年代の人であればまだまだ元気に過ごすことができる年齢でこの世を去らなければいけない心境とはどのようなものなのでしょう。あまりにも早すぎる死には心が痛むばかりですが、ご冥福をお祈りいたします。以上、1970年代に一世を風靡したキャンディーズのその後を紹介させていただきました。これからも歴代アイドルの素晴らしさを伝えるべく動画を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。